昨日に引き続き、また、タケル推し、佐藤タケル君推しの方と、アメリカの、ね、アメリカに住んでる方で、日本人なんですけど、アメリカにもう18年住んでるって言ったかな。佐藤タケル君の情報を仕入れるためには結構アメリカでは苦労するって話を昨日されてたんですけど、まあ、その話の続きをちょっとやってみますか。絶対ネットフレックスにそのまま英語も入れて全世界配信ってやったら瞬く間にすごい広まると思うんですけどね。ちなみにその恋が続くよどこまでもとかもじゃあ見れないって感じなんですか。普通は見れないです。ああ、でも見たんですか。でも私は見ましたけど。日本のジャパン TV っていうのがあって、それなんかリアルタイムとか1週間2週間ぐらいは遡って見れる番組のそういうテレビのそれはあって、まあ、それに近いんですけど、はい、それとともに過去のドラマ映画とかが見放題みたいなプログラムがあって、はいはい、その系列でその104日も BS の写真を通じて1週間以内ぐらいにすごくいい映像で入ってたんですよね。ああ104日見れたんだ。へえ。見れました。それで、うん、なんか、まあ、ネットの容量とかもあってすごく接続がやっぱり悪いんですよね。だけどその BS を使うとすごく映像がクリアで途中で止まったりとかフリーズしたりとかしなかったので、まずあれは良かったですね。へー。結構苦労するんですね、やっぱりね、アメリカいるとね。すごい苦労してます。だけど、うん、まあ、なんだかんだ言ってやっぱりね、執念があれば、まあ、気合とか根性とかだから相当なんか過去の作品とかも私よく見るんですけど、はいはいはい、なんか新しい作品もいいんですけど、なんか過去に遡ってみるのも、うん、なんか今のこの時点でいろんな動きがあった後にまたまあそうですね。うん、それでね、すごいなんか面白い見どころがあって、そうですよね。実は今日バクマン、バックマン、はいはい、うん、はい、神木隆太郎くんが出てるやつ、はいはいはい、とあれをたまたままた見てて、はい、やっぱりいいなと思って、2人のコンビがあれは2015年だったから、あのあと、まあ、事務所がね独立とか、そうですね、はい、動きがあって、でも相変わらずすごく仲のいいお二人ですよね。だからその2015年はそういうのがある前だったけど、あの時からもう息がぴったりだなっていうのがなんかすごい良かったですね。そうですよね。まあね、あの時まだアミューズでね一緒でしたしね。ですよね、うん、でもなんかまるで素のままを二人が演じてるかのようなそんなキャラでしたね。そっか、遡ってみるのもまた面白いですよね。でもね、今からね、すごい楽しいですね、はい、なんかその時は見えなかったものとかがなんかまた見えたりしますよね。でも私あれ見て思うんですけど、やっぱすごいタケル君人気は中国とかではやっぱ相当すごいんじゃないですかね。見たいですよ ね、うん、ね、うん、中国 の、 ビリビリっていうね、YouTube みたいなタケル君チャンネル、ね、ありますしね、かなり人気あるしね、そこら辺、ね、うん、すごいですね、やっぱ戦略がね。まあ、でもライルさん の YouTube はなんか本当に素朴なつぶやきみたいなが、はい、なんか空間がすごくやっぱ持てて、あ、まあそうですね、単なる一人喋りですからね、はい、その時に起こってる芸能のいろんなことがありますよね。はいはいはい、ジジネタね、はい、あ、こんなことがあるんだなっていうのを、まあ、ライルさんの YouTube 見ながら見ると分かりやすいって解説してくれてるので、まあまあそうです ね、海外に行ったら分かんないですもんね。はい、だからね、おーとか思いながらなんか見てます。まあ日々日本もいろんな事件ありますからね。そうですよねまあなんかいろんな いいこともたくさんねありましたけどね、野球が勝ったりとかね、はい、もう毎日まだやってますよ、大谷翔平の話題とかもういいっていうのにやってますよそうそうなんですよ。あのネタは、ね、みんな視聴率も高いですもんね。そうだから、でもこんなに見たいのかなと思うんですけどね、そんなね、まあでもまあ人気あるんだろうなと思うんですけど。そうですよね、はい、モネさん、うんうん、ああ、はいはい、竹森、はい、では、うん、私もあのドラマこいつでもすごい好
好きで、はい、すごいね、あのハマるじゃないですか、はいはいはい、天童先生とモネちゃんの、はい、でただ私ね、あのモネさんはどっちかっていうとなんか声、あ、声がものすごい、はい、もう絶品に素晴らしいじゃないですか。あ、そうですね、まあ、本人もねナレーションが一番したいとか言ってますしね。ですよね、はい、で、あの君の名は、はいはいはい、あ、君の名は、はいはいはい、うん、はい、あれのモネさんと、あの神木くんの声が、あ、神木くんも声いいですからね、かなり声優やってますからね、ものすごい勢いがあって、はい、あのお二人の姿が見えないからこそ声が際立って、あ、それもすごいなってすごい思いましたね、うん、あの声が神レベルっていうんですか。あ、まあでも本当にモネちゃんの声は今ね、癒しボイスみたいな感じでね、評価高いですよね。いや、本当素晴らしいと思います。歌もめちゃくちゃうまいですからね。ですよね、はい、あの声と歌が、天使の声みたいですね。そうですね、透明感あってすごいですよね。ね、本当素晴らしいと思います。、うん、あれはなんか何回見てもこう胸がキュンってくるような声ですね。あの君の名はとかね。でもあれなんですよね、竹もね推しではなくて竹るくん推しなんですよね。その時その時、あ、違いますね、はい、そうですね、だから、はい、森さんの時も素晴らしくて、あの真央さんも素晴らしくて、まあ綾瀬はるかさんも良かったとか、なんか、まあ、その時その時の素晴らしい感情移入できる感じなので、森さんだけという感じではないんですけど、まあいい女優さんと共演しますもんね、たけるくんってね、必ずね。ですよね、うん、だからあのこの間104日のメモリアルブックを、ああ、はいはい、綾瀬さん読まれてましたよね、うん、はい、それを見て、あ、真央さんってやっぱそんなすごいあの演技だったんだなって思わせるほど自然でしたよね。そうですね、やっぱり104日見てると井上真央っていう人の女優さんのなんかなんですかね、その演技力っていうか凄さが際立ってましたけどね、やっぱりね。そうですかね、うん、私も全然気がつかないで、うん、あの武井君ばっかり見てたんで。ああ、いやもうでもやっぱり井上真央さんが引っ張ってた感はずっと見ててありますよね。だからたけるくんが変な演技できたりとかしてたんだと思いますけどね。あの変な顔できたりとかね。本当に変わってる、はい、本当にすごい面白くて、はい、松山さんの、あのコメント、松山さんもあの方の感性も素晴らしいですよね。ああ、そうですね、だからもうめちゃくちゃいい人揃ってやってたんですよね、あれね。あの3人じゃないと成立しないと思いますよ。成立したんですね、あの3人は、はい、すごいと思います、あのキャストはすごい。すごいですね、はい、なんか、まあ、嬉しいですね、ああいうのが実現して。あの本は買えなかったんですよね、買えてないんですよね。ないですね、うんうん、そう、あれは売ってないですよね。まさか Kindle で、私も Kindle でも全然満足なんですよ。あのもちろん手に取って見れたら最高なんですけど、うんうんうん、そんな贅沢は言ってられないので。もうスクリーンだけでもなんか読みたい見たいみたいな感じなんですけど。じゃあタブレットで見る感じなんですか。パソコンでか、うん、はい、でたまにそのパソコンで一番いいやつはこう写真か携帯で撮ったりして、あ、なるほど、自分の携帯で見るとか、はい、まあ、そんなことしてますけど。なるほど、なかなかあの本っていうのは手に入らないですね。なんかあのね、ほとんどの人たちはタケルファンってああいうやつってあの本で買うと思うんですよ。あの、はい、紙でね。はい、Kindle で買う人はまあほぼほぼいないから面白かったんですけどね。Kindle で買うんだと思って。みんなやっぱ手段選ばずですよ。やっぱみんなほらあのアナログな人たち多いから、やっぱりあのそうですね。いや、もちろんそれがベストですよ。、はい、アナログできたら、はい、手に取れたらね、手に取ってね、だけども、はい、その願いが叶わぬ。多分あの日本の書籍が売ってるところとかもあるんですけど、多分入荷してないから、うん、それはないでしょうね。あれマニアックすぎますからね。はい、入荷してたらすごいですよね。一応ね、紀ノ国屋とかもあるんですよ。あ、あるの。でも、取れるんじゃないですか。すごい高いんですよ。あ、高い。あ、高いね。そうね。あ、物価高いですよね、アメリカってね。そうなんですよね。うん、で、本がね、やけにあのものすごい税金が関税っていうんですか。あ、かかって、はい、あの、何よりも高いのが本なんですよ。日本の。あ、だからちょっとした漫画とか雑誌でもすごい高い買い物、ね、何千円とかしちゃうんですか。だから
本に帰国した時にあの本屋を回るしかないなって。なるほど。だからあの外国の人って日本旅行して漫画とか買い漁っていくんですね。そうです。なるほどね。その通りです。あ、高いんだ本。ブックオフとか中古のところでもそういうのだけはすごい正規で高くてね。あ、そうなんだ。足元見られてますね。え、Kindle は安いんですか。じゃあ Kindle はあのあそこ Amazon で出してる値段そのままなので。あ、じゃあいいですね。引っ掛けとか何もないから、うん、やっぱありがたいですね。あの、うん、Kindle の値段と普通 の, あのアナログの方は同じ値段でした。ああ、じゃあ良かったですね。それは良かったですね、うん、はい。なるほど。そういう事情もあるんですね。大変ですね。そうです。もう大変な思いしながら。え、でもなんかこっちに日本に戻ってくるみたいな話がなんかあったんですか。一時帰国というか、はい、あの帰省っていうんですか。あ、はい、あの実家に、はい、そういうのはあの7月に。でこんな感じで、ちょっと途中で途切れたんですけど、また近々お電話でね話すという、僕の YouTube あるかなと思うんで、それは楽しみにしていていただきたいなと思うのと、まあ、気軽に皆さんも LINE ください。LINE の仕方は多分皆さんも分かってると思うので、LINE いただき、お電話で話して、ぜひとも僕に、の動画に出演していただけたら、いや、なんか楽しいかなと。まあ、楽しめれば OK ですからね、なんでもね、楽しむことが大事ですよ。いろんなことがあるじゃないですか、人生。人生というか、この日本は。まあ、楽しんだ者勝ちということで、やっていきましょうよ。まあ、そんな感じです。